うちは168店舗全てを黒字化で勝たせてるから死なないんですよね。こんにちは、キタルです。どうも、翔です。じゃあ翔さん、今日もよろしくお願いします。今回は4年で100店舗経営者による死なない出店の仕方。まあ、死なないっていうのがね、はい、北原さんの真骨頂だと思うので、はい、この辺を持っていければいいかなと思います。はい、僕そもそもね、この話するときちょっとしたいなと思ったのは、うん、もう死ななければいいと思っていて、そもそも勝とうと思ってないんですよ。そうっすよね、考え的に。もうつつましくそのエリアでお仕事させてくださいっていう、もうそんな感じ。死なない出店の仕方っていう部分でね、お話しできることがちょっと多々ありますので、うん、今回はね、そこを大事にしていきたいかなと。場所、家賃、路面店、内装、うん、まあこんな風にね、書かさせていただきました。これね、まずどういうところに出店したらいいんですかとかってめっちゃ聞かれるんですけど、はいはいはい、でこれ今だから語れるんですけど、1店舗目はもう正直わからんです。わかんないから、うん、そりゃそうですよねっていうところに出店します。うんうん、例えばですよ、よくある駅地下とか、うん、駅から離れてるんだったら駐車場が確保できているところ、うん、地方だったら絶対に駐車場がセットである、うん、都心部だったらもう必ず駅徒歩10分っていう部分で場所は選びます、うん、あともう単純に人口8万人以下で出店すると死ぬ。どんなジャンルですか、基本。ポスティングの業者がいないとか、はいはい、例えば僕とか翔さんが超絶有名になってたりとか、 YouTube 10万人登録がいる飲食で強いチャンネルだったりするんですよ。そういう飛び道具があるんだったらいいんですけど、うん、飛び道具がないと、もうゼロから知名度を上げていくっていう段階で人口8万人間でもう絶対出してたり、有名にならないと勝負ができないみたいなスタート地点なんですよね。だからもう人口8万人の市町村みたいなところじゃ絶対出さない。人口は、何々市人口って検索した時に、まあ、30万から50万は絶対に欲しいかな。多ければ多いほど楽、戦いは。ただゴール地点を見据えて考えた時に、うん、多ければ多いほど楽なんですけど、うん、例えば全都道府県に出したいってなった時に、うん、絶対に人口が多いところで作っちゃいけないんですよ、1店舗目を。これちょっと難しくて、ほとんどの市、例えば飲食店とか美容室とかもそうなんですけど、探す時って何々市で探すじゃないですか、うん、何々県で探さないじゃないですか。すごいね。はい、市町村で検索した時に、うん、ほとんどのエリアの人口数がだいたい30万ぐらいなんですよね。でこれを例えば100万人とか80万人のところでビジネスモデル作っちゃうと、うん、その人口だからやれてるモデルですよねっていうふうになっちゃうんですよね。でそれを30万人の人口のところ持ってった時に全然時間軸が違うじゃんとか、はいはいはい、黒字になるまでこんなに時間かかっちゃうじゃんってことがあるんで、もう全国展開したいってなった時に、どの人口のところに出していくビジネスモデルにしていくのかっていうことを考えながら1店舗目を選ぶんですよね、うんうん、だから僕長野で始めてるんですよ。そういうことですね。はい、だから地方で勝つと、地方で再現性取れたものっていうのは都心部に持ってても大体勝ちます。もしそれが1店舗とか、うん、数店舗しかやらないよっていうことだったら、もう圧倒的都心部に持ってきちゃいますね、うんうんうん、はい、市場をより全都道府県ぐらいで考えてますってことだったら、まあ、30万人から50万人のところでビジネスモデルをあえて作るっていう感じですね。この場所気をつけてください。じゃあ次、家賃。安ければ安いほどいいです。まあそうですよ。ほとんどのケースが売上ゼロから出店するってなった時に、美容室の場合は運転資金が50万から200万ぐらい用意してたりするんですよね、うん、でその運転資金から生活費とか家賃とかっていうのが払われるわけですよね、うん、じゃあ家賃が10万円のところと家賃が20万円のところって、あ、価格差10万円かっていうふうに捉えるかもしれないんですけど、これ10万円じゃないんですよ。挑戦できる期間2倍になるんですよね。はいはいはい、2分の1になるから、うん、はい、だから例えば1年以内に結果を出さなきゃいけないところが、家賃が2分の1、20万円が家賃10万円のところで勝負したら、1年じゃなくて2年で勝負できるんですよね、うん、っていう風に考えると、この時間軸って全然違いますよね。全然違いますね。やれる施策も違うし、心の余裕も違うので、うん、だから家賃は本当に安ければ安いところがいいですね、うん、じゃあ全国展開したディアーズの平均家賃っていくらなのかって、だいたい16、17万ぐらいです。めっちゃ安くないですか。安い。はい、都心部も入れて16、17万ぐらいですね。
うちでフランチャイズ北原さんなんとかしてくださいっていう今の現状の店舗をなんとか復活させてくださいって言っても絶対断るの。もう家賃でもう50超えてたらもうまず断る。ああそうね、無理、移転した方が早いですって言っちゃう。都心部だとやっぱ大体20万ぐらいかなというところが多いですね。次ですね、路面店はめっちゃいいですね。やっぱ見られるし人目がつくし、あ入ってみようかなって思ってもらえるんです。だけど路面店は家賃が高いからうちはそもそも勝負しないよっていう部分ですね。うん、逆に路面店じゃないと勝負できないっていうのは僕は NG だと思います。そもそも美容室行くときってあ路面店だから入ろうってなりますかって検索するんですよ。だから別に路面店に縛られる必要はない。大体ブランドものとか多いですもんね。そうなんですよ、ね、ブランドもあれは憧れを作るために人が来てるところに出してるだけじゃないですか。でも美容室の認知ってね、そもそも美容室ってみんな知ってるんで。まあそうやね、はい、なのでその路面店っていうのは縛られる必要はないんじゃないかなと思います。内装ですね、 内装でコロさんちょっと聞きたいことあります？北原さんの場合、はい、めちゃくちゃ100店舗以上出店されてる中で統一感とか持たせてんのか、もしくはサービス提供するにあたって個室とか他のお客さんが逆に見えた方がいいのかとか、内装でこうこだわられてる部分とかあるのかな。美容室の場合は絶対中見せない、美容室も書かない。え、そうなの？これね、心理なんですよ。まず、そもそも女性がね、髪の毛バー上げられてるところ見られたいっていうのがまずだと、僕はもう美容室とも出さない。なんなら、あれなんかおしゃれなカフェできたみたいなレベルでいい。これなぜかっていうと、まず美容室って出した瞬間に検索しようと思わないんですよ。美容室ってもう25万件あるんですよ。だから美容室って分かった瞬間、あ、なんだ、また美容室できたんかって言われるんですよ。ディアーズで美容室も一切書かないと、え、あれ何できたんだろうって言って初めてホームページにランディングしてくれるんですよ。あ、じゃあヘアサロンとか書いてない？書いてない。ヘアサロンって書いた瞬間検索する対象から外れちゃう。確かにね、今の話だったら。だから路面店じゃなくてもいいんですよね、中見せないっていう。そうね。で、中の作りとしてはもう絶対個室の方がいいと思う。ディアーズでも今作っている店舗は必ず仕切りがあるか個室にしてってるんですよ。ただお店の広さによっては個室にすると席数が置けなくなっちゃうんで仕切りにさせてもらったりとか、うん、赤字の状態で入ってきたサロン、要は内装設備にいきなりお金をかけるフェーズじゃないサロン、それはそのまま使ってスタートしてるので、仕切りもないケースがありますね。ただ今作るんだったら絶対仕切りか個室だ、どっちか。で、僕注意してるのがね、この内装作るときにね、個室じゃないサロンのところに一室だけ VIP 用の個室を作ったりとかってするサロンあるじゃないですか。あれ絶対 NG。 うっそ、スタッフが喧嘩になるんですよ。通り合ったりとかしたりとか、要はね、再現性からかけ離れたことになってくるんですよね、うん、その特別扱いの事例をどう入れていくかっていう部分で、例えばそのね、個室でやったら価格が 1.5 倍から2倍になりますよみたいなものを作れればいいと思うんですけど、うん、それが料金はほとんど一緒で、うん、両方あれば個室の方で取ることができますってなった時に、うんうんうん、いや個室がいいです、個室はいつ空いてんのみたいに、今日は個室空いてないのねとかってなるんですけど、でも、ね、なかったら揉めないんですよ。だから全部一緒にするっていうのがすごく大事です。なんか内装にも特別感は作らないっていうところで、内装でリピート率は僕は正直上がんないかなと思っていて、でも25万件あるので、うん、内装で勝負すると家賃みたいな借り入れ返済の資金が上がっていっちゃうんで、家賃がガン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 上がっていくっていうようなイメージですね、これはでもね、講演会も一緒ですね。あ、本当ですか、大体みんなこの辺商品売るためにセールスとかするときに、はい、みんなやっぱね、めっちゃ金かけるんですよ、会場費が。講演会とかやったことない人とかって、じゃホテルとか借りて、はい、一発の会場費2、300万みたいな。それなんでそんなかけちゃうの？きらびやかにね。あー、なるほど、きらびやかにね。綺麗なとこじゃないとダメなんじゃないかとかって思ってる人多いんですけど、なるほど、ぶっちゃけどうでもいいんですよ。なんならスペーシーとかでもワンコインでもいいぐらい。っていうぐらいお客さんあんま気にしてないですね。これらを全部まとめて、勝つためのセットアップをどこに基準に持っていくのかっていうことですね。はい。なら、今お話ししたもので、より家賃が大事とか、駅徒歩10分、路面じゃなくてもいいんだとか、内装で大事なのはこのポイントっていうのを、自分の出店の中で勝つためのセットアップをしていくっていうことですね。ただ、ゴールによっては、人口30万人のところからスタートするのも正解になるし、この動画を見てくださっている人が、どういう出店をして、どういうゴールに向かい
いたいのかによって1店舗目の出店とか決めます。2店舗目の時はまたちょっと変わるんです。変わる。うちではですよ、2店舗目ってドミナントで考えるんですね。2店舗目っていうか、その FC オーナーは、エリアで何々市でやっている店舗のまた何々市に出そうっていう時って、はいはい、そういう2店舗ね、はい、これね、みんなね、できる限り1店舗目から離そうとするんですよ、ね、できる限り近くがいいって言いますね。へー。なんなら向かい側、隣、こっちでいいです、ね、マジ25万件中の2店舗でエリアボックスもないっていう概念なんですね。だから回収率を高めましょうよっていうことで、今実際に実数ベースで新規のお客さんを何人断ってるかで次の箱のサイズ全部決めるんですよね。毎月、なんなら毎年だいたい年間で平均何人断ってるなっていう風になってくると、うん、じゃあこの隣に出せばもう広告費ゼロで断ってる人流せるなってことが分かるんですよ。だから、うん、店舗出店ってのは一体何なのかっていうことを言語化していくと、美容室だったら増席したいだけなんですよ。席数増やしたいだけなんですよ、うん、席数を近くに増やした方が楽じゃないですか。それはだから2店舗目っていうのはできる限り近くに作りますね、うんはい、でそれが3店舗目になったらまたちょっと違うんですよ。おうおうおう、距離ちょっと空けるんですよね。おうおうおう、はい、お客さんの顧客情報を見ながら、うん、こっちに移しといた方が分けられるなとかって出てくるので、2店舗目の怖さっていうのは1店舗目の社員を半分半分にしなきゃいけないんですよ、うん、でこれ近い方が何かあった時手伝いますねって言ってるんですよ、うんうんうん、これ遠くなると行かないんですよ、うん、行かないから3店舗目ぐらいの社員数母数が固まるまでは絶対に近くで固めるっていうようなやり方を僕はしてます。はい、何人断ってるかから出すのはめっちゃ重要ですね。いや、そうすると家賃感とかも全部決まってくるので、うん、何人断ってるから何人に合わせて、ね、今の既存のお店がこういうリピート率が何パーセントで単価がこれぐらいだから、何人断っているのを全部受け皿を作ったらまたすぐ売り上げこれぐらい上がるよね、だから家賃はこれぐらい、どこまで決められるんですよね。それは死なんわね。死なないですよ、絶対に死なないですね。はい、まとめますと、死ぬこと以外かすり傷と、はい、コロさんが賭けって言ったんで、もう死ぬこと以外かすり傷だと、つまりですね、勝たなくていいんだと、死ななきゃいいってことですね。じゃあ死ぬことって何なのかって言うと、キャッシュアウトですよね。売上が低くて維持できませんって言ったら、もうその店舗は死んでしまうわけですよね。死ななければ勝ちっていうふうに考えると、家賃も低い方がいいと思うし、集客しやすいエリアの方がいいと思いますしっていうふうに考えていて、利益が出てればそれでいいっていうような考え方ですね。うん、あでこれそうだ、よくね、利益率は何パーセントぐらいがいいと思いますかって言ってたね、コメント。はい、これね、ぶっちゃけ何パーでもいいですね、うん、大事なのはそれが自動化できて、うん、スケールできるんだったら、なんなら1店舗あたりの利益が5万円でも自分の時間かかんなかったらその1000個作ればいいじゃないですか、まあ、そうって考え方なんですよ。うん、だから利益率とかってどうでもいいんですね。負けなければ、要は赤字じゃなくて積み上がるんだったら1店舗あたり5万円の利益でも勝ちですっていうような感じですかね。はい、本日もありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録の方と高評価の方をよろしくお願いします。ありがとうございました。